皆さんこんにちは、今日は立ち話の大津さんお越しくださいは罠だと思う理由ということでお話ししようと思います。おとといですね、令和5年6月19日に、立ち話が、このようなツイートをされたんですよね。大津さんが政治家女子48党の会計帳簿ご覧になりたいのであればどうぞ参議院会館304号室にお越しくださいっていうね、なんかやたらね、なんか丁寧な感じのねツイートなんですよね。でまあ私はまあこれ行かない方がいいなと思うんですよね。まあそれは罠である可能性があるからなんですよね。まあ大津氏がこの304号室に行ったら、まあ立花氏と斉藤議員と丸山氏がいて、役員会ですとか言ってね、あの多数決で大津氏を除名だとかね、解任だとかね、まあそういうこともやりかねないなというね思うんですね。まあこれまでの行動ですよね。まあ登記申請とか、まあ5月10日の、総会と称する、会議を見ていると、まあ強引なことをねやる人たちなので、まあこういうこともやりかねないということなんですよね。でまあ時期的にですね、2つの点でね怪しいなと思うんですよね。で1つ目、丸1は役員の任期の関係なんですよね。で丸2は国会の会期の関係なんですよね。では丸1からなんですけど、役員の任期っていうのは、以前ですね、丸山穂高氏のチャンネルで、こういうタイトルの動画がありました。政治家女子48と旧 NHK とNHK 党括弧閉じる党員関係者の皆さんへっていう、まあ、タイトルで、この動画の18分40秒ぐらいから、こんなことをね話されてるんですよね。令和3年2021年の6月28日に、党規約を改正したっていうんですよね。なんか嵐の党に、党名を変更した時に党規約を改正して、7条2項を追加したというふうなね話をされてるんですよね。でまあ7条役員の選出及び任期で、まあ、1号は、当初は大津彩香とし、臨時管理人は立花久美とする、まあ当時はここ、まあ、あの立花隆と氏だったと思うんですけどね。でまあこの2号ですよね、なんて、まあこれなんて書いてあるかっていうと、前号以外の役員については別に定める規定により実施する選挙、インターネットによる意見聴取等の結果に基づいて党首が任命する。なおその任期は2年とし、辞任と再任を妨げないっていうね、ふうにこの規定がまあ追加されたっていうことなんですよね。ということで、前後以外の役員の任期は2年なんですよね。でですね、これその改正の時点、令和3年6月28日より役員であったものはどういう取り扱いになるかっていうと、まあ経過規定とか置いてないので、まあ、2つの可能性があると思うんですよね。まあ丸山氏が同じ動画内でご自身について令和1年2019年の8月15日から副党首だっていうことをおっしゃってるんですよね。だから、まあ一つの可能性としてはこの日から2年、つまり令和3年の8月15日の経過で、まあ、退任するっていうのは、まあ、すぐね一番早く退任時期が来る可能性なんですよね。でもう一つはこの6月28日の時点で役員であったものはその6月28日から2年であるっていうね、まあ、その解釈も可能だと思うんですよね。というの場合は、今日の1週間後ぐらいですかね、令和5年の6月28日で退任ということになって、まあ、遅く丸山氏とかに有利に解釈して、遅く解釈しても6月28日には退任するっていうことになると、まあ考えるんですよね。
ということは、まあこの方、まあね、まあ、あの丸山氏とかに有利にこっちの方法で考えたとしても、まあ立花氏が会計責任者であり、相原美香氏ですかねが幹事であり、斉藤議員が副党首、まあこれもあの現在副党首であるかは疑問もあるんですよね。なぜならまあ党首とかね、まあ代表とか名乗ってるからなんですけど、まあ仮に斉藤議員がまあ副党首であったとしても、で丸山氏の副党首っていうのもこのね、7日後ぐらいですかね、令和5年6月28日を過ごして、その夜の、24時ですよね。だから29日の午前0時が来た瞬間にもう終わっちゃうっていうことになるんですよね。でまあ全て退任して、だから残るは、1号の大津氏と立花久美氏のみになるんですよね。党首と臨時管理人で、まあ、臨時管理人は、まあ、党首が死亡を通した時のみ、権限を有するから、もちろんね党首がいらっしゃるので、まあ、権限はなし、つまり大津氏のみが役員である、権限を有する役員であるっていう状態になるんですよね。で、まあ、厳密に、まあ、この日に退任したとしても、民法654条により、その、役員の任期が終わった後も休迫の事情があるときは、元の権限を行使できるっていうね、ことになるんですけど、まあこの休迫の事情っていうのは、まあ、休迫っていうのはね、まあ急に迫ってる、差し迫ってるっていうことも、あのどうもならんっていうね、あもう私がやるほかないみたいなね、そういう状況なんで、まあ、特にね急迫の事情はないですね、まあ、党首がいるからということで、ということで、まあ、大津党首のみが役員、権限を有する役員で、大津党首イコール役員会みたいなね状態になるんですよね。ということは、まあ、大津氏は自由に役員を任命できるってことになるんですよね。でまあ、さっきの、まあ2号の、別に規定、定める規定により実施する選挙、インターネットによる意見聴取等の結果に基づいてのこの別に定める規定を役員会で決めなきゃいけないんじゃないかっていう話も出るかもしれないんですけど、まあ、これもね、大津聴取イコール役員会みたいな状況なので、まああの、まあ、役員選任規則みたいなのをまあ作って、その、この党規約7条2号の、選挙とか意見聴取は当面行わないとするみたいなの作ればあのいいんじゃないか、クリアできるんじゃないかなと思うんですよね。という状況になるので、まあ、立花氏側が、慌ててるんじゃないかなと、まあ、思うんというね可能性もあるなと思うんですね。まあ、6月28日までにおびき寄せて、なんかね今役員会を開いた形にして、まあ、有利な状況を作ってしまおうというね、まあ、実行支配をやろうというふうに考えて、急にね、お越しくださいみたいなね、ことを言い出したんじゃないかなというふうなね、あの、まあ、そういう想像もできるんじゃないかなと思います。で2つ目の可能性として、まあ国会の会期の関係なんですね。今日ですね、6月21日で通常国会が終わるんですよね。でまあ国会議員の不逮捕特権は会期中のみなんですよね。で、まあそのガーシー前議員が、まあ、先日逮捕されたということで、ガーシー前議員の共犯の関係とか、あとはまあガーシー前議員のが逃げるのを助けたっていう、まあ、犯人隠避とか、あとはまあこの度の騒動の過程での、まあ、誘引私文書偽造とかの関係で、まあ、他にもなんかね、あの容疑がある可能性はあるんですけど、まあ、政治家女子48党の関係先に強制捜査があるのかどうかがね、私は非常に気になってるんですよね。なんせあのガーシー前議員の家族の家
などにはね、もう強制捜査が入ってるんですよね。でおかんだけはやめといてみたいなね、あの泣きを入れてたみたいなことなんで、それなのに、まあ、もろに関係先のはずの政治家女子48等には、まあ、捜索が入っていないっていうのが、まあ、不思議だなとずっと思ってるんですよね。まあ、今後は入ることもあり得る、としたら、まあ、この会期末の後が、まあ、一つ可能性としてあるんじゃないかというふうにね、まあ、ずっと気になってるんですよね。で、まあ、立ち話側も、まあ、それはまあおそらく気になると思うんで、まあ、最近ね、なんかやたら揺さぶりをかけてるようなふうに見えるんで、まあ、揺さぶりをかけて動揺させて、まあ、相手のミスを誘うみたいな形で、いや、まあ、これどっちもどっちなんですみたいなね、そういう外観を作ろうとしているんじゃないかとか、まあ、さらにはね、もう自分たちが被害者ですみたいなね、そういうふうに見せようとしてるんじゃないかとか、まあ、あとはまあこのね、もう会計帳も見せたんだから相手の願いを叶えたからもうこの騒動終わってますから刑事事件とか言わないでくださいみたいなね、そんな、まあ騒動がもう終わってるみたいに見せるような動きをしてるんじゃないかなっていう、そのためにお越しくださいとかね言い出したんじゃないかなっていうふうな、まあこれも可能性として考えられるんじゃないかなと思っております。まあ、このように、まあ、相手の態度が急変した時は罠があるかもしれないから、まあ、警戒した方がいいと思うんですよね。で、まあ、もちろんね、立ち話側はいやそんなことはないよってね、まあ、言うかもしれないんですけど、まあ、そこはね日頃の行いで、まあ、信用性があまりないっていうことになると思います。で、まあ、もしですね、まあ、今後、まあ、捜査が入ったりするなら、まあ、会計帳簿とかも刑事事件の証拠になる可能性もあると思うんですね。だからまああんまり触らない方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、余談になるんですけど、まあ、立ち話はですね、まあ、さっきのツイートの直後に、大津彩香氏は代表及び党首を辞任すると宣言してくださいっていうふうにね書いてるんですよね。だからまあこれ辞任するには現在代表及び党首でないといけないんですよね。だから立花氏が、まあ、このツイートを文字通り、受け止めればその大津彩香氏が党首および代表者であると認めたということになると思います。まあ、さっき見たところ斉藤議員はまだツイッターに、代表っていうふうにまあ書かれていたんですけど、まあ、そこら辺のね、あの整合性どう取るんかなというふうに、まあまあ、この点もね、あの、まあ、ちょっと疑問に思いました。というわけでご視聴ありがとうございました。